どうして増えた？教えて、その魅力。なあなあ、霊夢、日本の人口って本当に減ってるのか？どうして？マリサ、この前、お祭りに行ってきたんだぜ。人が多すぎてイカ焼き買うのに、20分も並んだんだ。どこに行っても食べ物なのね。イカ焼き、綿あめ、うまかったなあ。って、霊夢答えは？日本の人口は、ピークだった2010年以降減ってるわ。2010年に、約1億2800万人だった総人口が、2022年には、約1億2500万人に、減少しているの。ってことは、1、10、100、わからん。だいたい300万に減ってるわね。でも、マリサ、どこの市町村でも、減ってるわけじゃないのよ。どこも減ってるわけじゃない？じゃあ、増えてるところもあるのか？その市町村の立地だったり、魅力だったり、いろいろな理由で増えているところもあるわ。どこに住もうかな？やっぱり食べ物が美味しいところは魅力だよな。そうね。じゃあ今日はそんなマリサのために、この3年間で人口が増えた市町村を、理由も含めて解説していくわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。この3年間で人口が増えた市町村を、ランキングで紹介していくわ。私が住んでるところも入ってるかな？先に10位から6位までを発表しちゃうわね。霊夢、太っ腹。まず第10位は、東京都文京区。第9位、東京都国分寺市。第8位、東京都品川区。第7位、愛知県長久手市。第6位、茨城県つくば市よ。東京が多いんだぜ。そうね。第10位の東京都文京区は、交通の便がとても良いところなの。東京のど真ん中だな。地下鉄が6路線、都営バスやコミュニティバスも充実していて、交通の便がいいのよ。東京ってどこでも交通の便が良さそうだけど、文京区は特に良いってことだな。東京23区の中でも治安がいいことも、住みやすさにつながっているわ。治安？穏やかで安全ってことよ。大きな病院もたくさんあって、医療施設が充実していることも魅力の一つよ。つまり、安心して暮らせるところってことだな。教育にも力を入れていて、教育施設もたくさんあるから、子育て世帯にも、人気なのよ。どの年代にも、魅力的だな。ただ、最近は子育て世帯が減ってきているわ。これは、文京区の年齢別転入超過数よ。0歳から14歳と、30歳から40歳が減っているでしょ。新型コロナ以降、リモートワークが普及したり、不動産価格の上昇が続いているから、文京区外に引っ越す人も増えたみたいね。家で仕事ができたら、交通の便は関係ないもんな。じゃあ、どんな人たちが引っ越してきたんだ？新しいアパートやマンションが作られて、40代ぐらいまでの賃貸の単身世帯が増えているのね。今後10年くらいは、人口が増えていくと考えられているわ。国分寺市と品川区の人口が増えているのも、同じような理由なのか？似ているわね。品川区のサウスゲート計画では、羽田空港や成田空港とのアクセスを良くして、海外の玄関口として重要になっているのよ。東京で暮らす人にとって、交通が良いって重要ってことだな。特に注目されているのが、リニア新幹線ね。品川駅はリニア新幹線の始発駅になる予定よ。リニア新幹線、なんだか近未来な感じがしてかっこいいぜ。あら、マリサ鉄道マニアだったの？違うけど、乗ってみたいんだぜ。でも、駅の開発とか線路とかで、住める場所が減ったりしないのか？文京区の話を思い出して、マリサ、タワーマンションの建設で、狭い土地でもたくさんの人が住めるのよ。じゃあ、東京都以外の、長久手市やつくば市はなんでだ？タワーマンションがあるのか？マリサにしては、気の利いた質問ね。愛知県長久手市は、西にリニア新幹線の駅になる予定の名古屋市、東には有名なトヨタ自動車本社がある豊田市に挟まれていて、とても良い立地なのよ。つまりベッドタウンとして、人口が増えているの。ベッド、眠る町か？眠るのは人よ。昼間大都市で働く人が、寝るために帰ってくる地域ってことね。茨城県つくば市には、つくばエクスプレスがあるわ。つくばから秋葉原まで45分で行けるから、普段はリモートワークでたまに都心に行く。なんて人にもぴったりなところね。霊夢、おすすめ上手なんだぜ。さあ、マリサ、次は第5位の発表よ。人口が増えている市町村ランキング第5位は、デケデケデン。千葉県印西市。千葉県か、どんな魅力があるんだ？印西市は千葉県の北部にあって、北に利根川、南東部には印旛沼、北西部に手賀沼があるわ。水に囲まれてるじゃないか？水害被害とか多そうで大丈夫なのか？実はね、標高20メートルから30メートルの下総台地の上にあって、とても地盤の良いところよ。水害と地震には強いところなんだな。ここで問題よ。地盤が強固で地震の揺れに強く、水害被害から、守られている土地が絶好な建物は何でしょう？大型ショッピングモール。それもそうだけど、もっとこの条件が必要な建物があるの。
答えは、データセンターや事務処理センターなのよ。そんなのわかんないよ。美味しくなさそうだもんな。データセンターっていうのは、IT オンライン系の企業や金融機関の生命線とも言われる、サーバーやネットワーク機器を収めた施設のことよ。地震や水害の被害に遭うと、ネットが使えなくなっちゃうってことか。そう。だから地震や水害に強いことが絶対的な条件なのよ。有名な企業が印西市に、センターを建設しているわ。私も知ってるところか？もちろん。Google や Amazon がデータセンターを設置していたり、三菱 UFJ 銀行やみずほ銀行など、多くの金融機関が事務処理センターを構えているのよ。知ってる知ってる。よく Google 先生にお世話になってるんだぜ。でも地盤が硬い土地は他にもあるよな。なんで印西市なんだ？データセンターはとても巨大な施設だから、広い土地が必要なのよ。都市部では地価が高くて適してないわね。そして、データのやり取りに必要なケーブル線の敷設が必要なのよ。敷設ってなんだ？広い範囲に設置するってことよ。Amazon や Google は、アメリカから太平洋を越えて、日本まで海底ケーブルを引き込んでいるの。アメリカから？遠すぎだぜ。まさか、魔法使ったのか？そんなわけないじゃない。そのケーブルの陸揚げ地が茨城県なんだけど、陸揚げされたケーブルは、鉄道路線や高速道路沿いにケーブルを走らせてくるから、印西市はデータの中継地として、絶好の立地にあるのよ。ふむふむ。印西市の魅力は他にもあるわ。2021年には、大東建託が発表した、子育て世帯の街の住み心地ランキングで、東京と中央区に次いで、第2位の座をゲットしているのよ。データセンターは楽しそうなところじゃないし、何がいいんだ？行政の子育て環境のバックアップが充実していることが魅力の一つね。産後育児のサポートとして、ホームヘルパーを派遣したり、市内数カ所に子育て支援センターを開設しているわ。子育て世帯にとって安心ってことだな。でも霊夢、データセンターは関係ないじゃんか。焦らないでマリサ。行政サービスを充実させるには、税金が必要でしょ。大企業が拠点を置くことで、自治体の税収が増えるから、いろいろなサービスを実施できるのよ。自治体にとって、データセンターはうちでの小槌ということね。霊夢、うまいな。第4位の発表よ。マリサ、よろしくね。第4位は、デケデケデン。福岡県福津市。突然、東京から遠くなったな。福津市は、福岡県の北部にあるしね。福岡市と北九州市の、2つの政令指定都市の間に位置する市なのよ。この福津市は、印西市と同じく子育て世代に人気があるわ。またデータセンターか？違うわよ。まず一つには、ショッピングモールができたことよ。マリサ、今どこにでもあるって思ったでしょ？視聴者のみんなだって思ったはずだぜ。あたり一面田んぼだったところに、オープンしてガラッと街の雰囲気が変わったそうよ。そこでは子育て世代の興味を引くショップや、子供たちが喜ぶフードコート、イベントが開催されて賑わっているわ。フードコート？福岡って食べ物美味しそうだよな。ショッピングモールは街の発展に必要だしな。調子いいわね。そのショッピングモールや、駅の周辺に大規模な宅地開発が進んだことも、若い世代の増加につながっているわ。市内にある福間海岸は、九州の湘南と呼ばれていて、夏はファミリーや若者で賑わっているそうよ。買い食いができて、遊べるところがあるって子供には最高だな。不便なく、さらに自然の中で子育てできるわね。もう一つ、若い人が多いのには、理由があるの。なんだなんだ？早く教えてほしいんだぜ。お隣の福岡市は全国的に見て、大学短大や専門学校の数が多いのよ。特に九州大学が福岡にできたことで、優秀な人材が集まり、その地に住んで、町を発展させていく良いサイクルが生まれたのね。他県から輸入してくる学生の数が多いから、博多まで鉄道で20分のアクセスの良い福津市は、人気のエリアになっているわ。入学のために引っ越してきて、卒業後も住み続けるってことは住みやすいところなんだな。反対に、都市圏への人口集中を抑えるために学校の新設を抑制して、人口が減ってしまった市町村もあるわ。それは、この動画を見てね。いよいよトップ3の発表よ。第3位は、デケデケデン。千葉県流山市。千葉県は2つ目のランクインだな。流山市は、埼玉県に隣接した千葉県で一番西側に位置する市よ。っていうことは、都会に近いから人気なのか？地図では近そうに見えるけど、以前は都心部へのアクセスが悪いところだったの。それを解決したのが、第6位でも出てきたつくばエクスプレスよ。おう。つくばエクスプレスってすごいんだな。開通によって駅が3つ追加され、スムーズに都心部へ行けるようになったわ。つくばエクスプレスは、人口増加の救世主だぜ。もう一つ、流山市が力を入れているのが少子化対策なの。子育てしやすい街ってことだろ。どんなことやったのか、わかったぜ。あら、何かしら？でっかいショッピングモールにフードコートを作るんだぜ。だと思ったわ。
流山市では、認可保育所の新設増設に乗り出したのよ。さらに、駅前送迎保育ステーションを設置して、送迎保育ステーションと市内の保育園をバスで結んで、登園後援するシステムを導入したわ。つまり、子供を駅の保育ステーションに預けると、登園時間に各保育園に送ってくれるシステムよ。電車を利用して通勤する子育て世代には、とても便利よね。この二つの取り組みが成功して、子育てしやすい街として評判になったのか。保育園が増えたってことは、一緒に増やさなきゃいけないのは何だと思う？それはもちろん、おもちゃなんだぜ。残念、働く保育士さんよ。保育士就職支援制度というものがあって、保育士に対して、他の自治体よりも、多くの手当を支給しているのよ。子供を預ける側も預かる側も、お互いにメリットがある制度ってことだな。至れり尽くせりなんだぜ。第2位と1位は、同じ都道府県からランクインよ。一気に発表するから、ついてきてねマリサ。もちろんだぜ。第2位は、デケデケデン。東京都中央区。そして第1位は、デケデケデン。東京都千代田区。東京都はやっぱり強いんだぜ。中央区は、以前は下水道局のポンプ所しかなかったような埋め立て地だったそうよ。そんなところがどうして人気になったんだ？タワーマンションが増えて、この10年で人口が約14倍にも増えたわ。14倍？新型コロナウイルスの流行で、東京離れが進んでいる間にも、中央区は人口が、増えていたのよ。一体、何が魅力なんだ？一番は、東京湾の遥か向こうの三浦半島や、富津岬が見渡せる眺望のようね。晴れた日には、違う角度から富士山も綺麗に見えるんだとか、銀座まで自転車で15分という利便性も、人気の理由になっているわ。今までの電車やバスとは便利さが違うぜ。でも、タワマンって1億円くらいするんだろ？みんなお金持ちだな。場所や部屋によるだろうけど、夫婦二人で働けば、サラリーマンでも買えるマンションもあって、ファミリー世帯が多いのよ。青海エリアは、東京オリンピックの選手村があった場所で、閉会後は改修されて、マンションとして分譲されるのも人口が増えた理由ね。オリンピック選手が泊まったマンションに住んだら、早く走れるようになる気がするぜ。おほほ、そうかもしれないわね。いよいよ、第1位だぜ。どんな魅力で人気なんだ？中央区の隣に位置する千代田区も、分譲マンションが多く建設されて、子育て世代を中心に、人口増加につながっているわ。東京23区の中心にあるから、東京駅や秋葉原などにも短距離で移動できるのも便利ね。ふむふむ。その他にも、千代田区では、子育て施策の財源の確保に関する条例、という独自の条例によって、特別区税の 1% を子育て環境の整備に、当てているわ。その成果もあって、保育所の待機児童は、過去10年で7回も0人を記録しているのよ。保育園に預けられるか不安にならなくていいんだな。人口が増えるような市町村は、交通の便がいいところなんだな。そうね。その他にも、子育て世代が助かるような制度や環境を整えている市がランクインしてたわね。マリサはどんな街に住みたいのかしら？やっぱり、毎日美味しい食べ物をお腹いっぱい食べられるところだよな。それは自分次第なような気もするけど、紹介したところ以外でも、皆さんが知っている、住みたくなる魅力があれば、コメント欄で教えてね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。